ってらっしゃるけど、こんな値段で提供されてるっていうのがすごいびっくりしました今日。あ、お話聞いて、はい、朝もう早くからじゃあやられてるんですよね。そうですね、仕込み、仕込みやってますね。ですよね。お一人でやってるんですか、仕込みが。引き取りです。営業直前でスタッフさんがアルバイトさんとか来て。そうです、直前、はい、そうです。お昼とかやって。そうです、そうです。朝何時ぐらいからやられてるんですか。朝は7時ぐらいですけど、もう別に夕方とか夜とかもやってるんで、仕込み。あ、そうか、朝営業しながら。そうそうそう。じゃあ、そうしないと大変ですもんね、うん、朝もっと早くなってます。そうです、そうです。はい、だいぶ。これこの値段じゃ出てこない材料じゃないですか。やって丸めて、ここからまたパン粉つける、これは揚げる直前にやるんですか、それともある程度こうまとめて。じゃこれはその前にやっとくけど、で朝これをパン粉つけて。これも結構大変ですよね、うん、これ大変。お店ではあのスタッフさんではトリプルっていう言い方してるんですか。そうです。揚げも行きますよね。
大体卵どのくらい何個分とかあるんですか。3つ分ぐらいです。16年ですね。16年、はい、か月も近いと思うんですけど、はい、若い人が多いんですかね、お客さん的には。まあそうですね、若い人もまあ多いんですけど、中高年の方も結構、昼間は、ね、結構幅広いですね。あ、そうですか、はい、うん、男性客一人でも来て、多く来てましたもんね、はい、あと芸人さんとかも結構来られるのかなと思ってまして、後ろの。そうですね、芸人さんも来てもらってますね。ちょ、あのオーナーさんがサインしてくれっていうのか、芸人さんがサイン書かせてくれっていうのが、一応どういう感じ。うちから頼みますね。うちから頼んで、はい、それはスタッフさんとかオーナーさんがこう、あ、あれあれ、あの人誰々さんだって分かるわけですか。そうですね、大体分かりますね。吉本が好きだったんですか。あ、ほんでアルバイトの子とかもやっぱり結構お笑いが好きな子多いから、だからここで働きたいな、うん、ほんならもうみんな知ってるから、若い子が誰々さんですよね。そう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 、そうか、ここで働くと会える可能性も高いですよね。そうそうそう、確かにそれは意味かなって、はい、ソースはやっぱりこうちょっと特徴あるのかなと思ってます。ちょっと甘みのあるのかなと思って。そうですね、玉ねぎとか野菜とかの甘みが。そうですね、やっぱり一番の特徴はオムライスですか。一番はオムライスですね、うん、まあ、とにかくやっぱり料理全般に手作りでやっぱりこう真心込めて作ってるんで、あ、ぜひあの一度食べに来てくれたら嬉しいですね。ありがとうございます。